琵琶湖環境ビジネスメッセは、滋賀県で毎年開催されている、環境ビジネスの総合を見本市。商談を重視した B2B 主体の展示会として、1998年の初開催以来、毎年秋に3日間にわたって開催されている。2007年実績では、出展企業数268社、来場者3.7万人で、入館協定大阪会場。 エコテクノと並んで、西日本で開催される、環境系展示会としては、最大規模の展示会である。別称、滋賀環境ビジネスメッセ現在では、ビ和湖環境ビジネスメッセと、名称は一本化され、開催主催として、滋賀環境ビジネスメッセ実行委員会の中に、滋賀環境ビジネスメッセの言葉が残っている。ビ和湖環境ビジネスメッセ、ビ和湖環境ビジネスメッセ、 琵琶湖環境メッセなどと語記されることも多い。地方開催の環境展示会としては、珍しい b t o b 中心の展示で、大部分が企業による出展である。地元自治体や NPO などの啓発を目的とした展示や、大学や公的研究機関による研究成果発表の出品は多くはないが、例年一定数が出展されている。中小企業については、 地元の滋賀県や京都、大阪の企業が多いが、上場企業の出店も多く、地方色は薄い。美和子の名前を冠しているが、水質を抱く対策に特化したものではなく、環境全般を対象とした展示会である。出店品は、省エネルギー機器や、新エネルギー関連機器、大気汚染対策や、水質浄化、土壌浄化や土木、建築分野の環境配慮工法、 リサイクル素材や生分解性プラスチック製品など多岐にわたる。製造業からの展示が中心であるが、環境マネジメントシステム関連のコンサルタントや産業廃棄物処理などのサービス業、金融業、小売業からの出展もある。また、大手企業の出展ブースでは各社の地球温暖化対策などの CSR 活動に関する展示も多い。 商談を中心とした B2B の展示会であるため、一般客を対象とした展示は多くはないが、グリーン調達対応を歌う文具や応援機器、省エネ対応の電化製品など、一般コンシューマー向けの展示も存在する。展示会場は10から15程度のジャンルに分けられており、2006年は、新エネ省エネゾーン、浄化ゾーン、環境土木、環境建築ゾーン、 廃棄物処理、リサイクルゾーンなど13のゾーンが設定された。大手電気メーカーゼネコンや地元エネルギー企業など一部上場企業の出展が目につく一方、ベンチャーを中心とした中小企業の出展も盛んで、2年からはベンチャーゾーンが、6年からはインキュベーションゾーンが新設され、例年多くのベンチャー企業やインキュベーション施設、入居企業が出店している。例年、 閉催イベントとして10から20本のセミナーが開催されている。2006年は、堀場製作所の創業者、堀場正夫の講演が、2007年は松下、電気産業会長の中村国夫と、片幸子氏が県知事の対談会が行われた。第1回から継続して、滋賀県立長浜ドームで開催されている。大都市の展示会場とは違い、周辺には何も都市機能はない。 ただし、長浜ドームは、琵琶湖のあぜにあり、環境を考える上では、哲学的なロケーションとなっている。琵琶湖環境ビジネスメッセの回帰中は、驚くほどの来場者でごった返し、地方開催ということを忘れさせる。滋が環境ビジネスメッセ実行委員会琵琶湖環境ビジネスメッセ2007結果概要アーカイブド2007年9月22日、アットザウェイバックマシン。 2009年の結果報告、ありがとうございます。